君、今時ソワなんてやってんの？あんなの子供の遊びでしょ。手加減は無用よ。
これで終わりです。私の勝ちですね。ソアってやっぱり楽しいね。ねえ、また今度一緒にやらない？あんたら、まさか病院にかかりに来たのか？いきなり何ですか？なあ、違うのか。すまない。ここ数日、病院にかかりに来るやつが多くてパンクしそうなんだ。どういうことですか？知らねえよ。ヘルガー配下病がまた流行するなんて噂もあるし、この間変な流星が落ちてきただろう。不吉なことばかりだってんで、みんなピリピリしてるんだ。どうしましょう。ベンガル先生にお話を伺ってみましょうか。天の助けだ。わっ、何ですか？この数日で休館がわんさか運び込まれてるんだ。頼む、ちょっと手伝ってくれ。ニーナさん、私たちは大丈夫です。後で迎えに来ますから、先生を手伝ってあげてください。わかりました、すいません。とてもベンガル先生に話を聞ける状況ではなさそうね。街中で話を聞いてみましょうか。ニーナさんは病院のお手伝いで大変だわ。私たちで情報を集めないと。今日は耳が安いっすね。話を聞いてみようにも。あそこの方々に話を聞いてみましょう。あの、もし。だから俺は見たんだって。流星から見たこともねえ化け物が降りてきたんだ。あいつがきっと病気をまき散らしてるに違いねえ。流星から人が？さすがにそれはありえない気がしますが。俺は流星が落ちた時不当にいたんだよ。そしたら今の今まで誰もいなかったところに妙な野郎が突然現れたんだ。あんな人間見たことねえ。どんな人間だったんだ？
角があったんだよ、角が。それに肌の色が夜の空みてぇに青白かったんだ。あれはきっと流星の化け物に違いねえ。角のある流星の化け物。おい、その辺にしとけって。悪いな、仕事がなくて悪酔いしてるんだ。いや、構わない。定期航路もそろそろ復活するって話だ。流星だ病気だなんてわけのわからない噂に振り回されてる場合じゃねえ。あんたらもあんまり変な噂を真に受けるなよ。そろそろ病院に戻りましょうか。今日はエビが安いっすね。もう大丈夫なんですか？最初の処置しかできることがなくて。そちらはどうでしたか？奇妙な噂をいくつか耳にしましたが、流星の話はもう王国西部の全ての人が知っていると考えていいでしょうね。あの男たち以外にも流星の正体を探ろうとする人が現れるでしょう。できるだけ早くエレナさんの身を隠した方がいいかもしれませんね。それじゃあ早めに戻りましょう。ガルカの祠まではまたディベル地方、ラカス地方を越えていかないとですね。距離がありますから、きちんと準備してから出発しましょう。はっ。やあ、俺のデッキを見たいのかい？いいよ、お望み通り見せてやろう。さあ始めましょう。
これで終わりです。私の勝ちですね。いつも子分に見せびらかすだけだったんだ。俺と戦ってくれてありがとWe'll be right back.
これで終わりです。私の勝ちですね。お父さんは弱くて話にならないんだ。これで終わりです。私の勝ちですね。友達とやるといつも僕が一番なんだよ。
たもんだよ。これで君は立派なソーアの担い手だ。お役に立てて何よりです。これからもっと面白い世界が見えると思うよ。君がここまで来てくれてとっても嬉しい。君ならきっと高みを目指せるね。あの人に圧勝するのを心待ちにしてるよ。失礼、どちらに行かれるのです？リベルに向かう道中だ。旅の者か？ええ、この近くに珍しい流星が落ちたとかで調べてるんですよ。あなた方、流星の正体を聞き回っていましたね。なんだと？そちらのお嬢さんが珍しいオーブを従えているので、つい気になって後をつけてきたんですよ。単刀直入に聞きます、あなたは我々の迎えですか？おっしゃっていることが分かりかねます。なるほど、どうやらお互い不運だったようですね。恒星反応を検知。恒星反応を検知。何？白い肌の角の男。申し訳ないが、お嬢さんには消えていただきます。覚悟は天外体制を当てられる。やってやる。その程度です。恒星反応発動停止。覚悟なさい。あなたは大口。その程度ですか？今日のあなたは大口。行きます。そんなことができるんですか？油断をしないことですね。器用な真似をするんですね。それはどうも。見ることが起こりますように。覚悟なさい。表面温度上昇。ヤマちゃんお願い。まさか。今日のあなたは大口。降参するならば今のうちですよ。いらないこと言わないで、もう少しいろいろ見せてくださいよ。アクセラレーション。いいこと起こりますように。アサヒ。今日のあなたは大口。あなたたちが何の目的でここにいるのか知りたいですね。それはお互い様です。これ以上は。その程度ですか？アクセラレーション。いいことが起こりますように。来ます。みなぎってくれてるか？焼け中。手加減気を整えて。エネ鉄用度しすぎましたかね。ちょっと甘く見ましたね。今日はこれで引かせていただきます。逃がすと思うか？貴様の足より私のチャクラムは素早く動く。いずれまたお会いするでしょう。それまで流星の剣はあなた方に預けましょう。待て。肝心な時に。アベラルド、今はポットのことを追っている者がいることを早くレイたちに知らせましょう。
と待ってね。できた。ちょっと待ってね。うまくできそう。ついてるチンケだよ。どうだい、あたしの荷物を取り返してくれないかい。あんたらの役に立つものをお礼にあげようじゃないか。だからどうか頼んだよ、荷物を取り返しておくれ。自動停止。前方に敵がいるわ。押し通ります。アクセラレール。そこね、さすがの強さね。これでふっ、わあ、見習ってきませんか。力をつけなくては。発動停止。ゴー。アタック、頭を倒ったぞ。レイ、ただいま戻りました。って大丈夫？なんかすごい顔してるよ。妙な奴に絡まれて危うくエレナを壊されるところだったんだ。なんだと。青白い肌をして角の生えた大男だったんだが、この星にはそういう種族がいるのか。霊たちの方にも現れたの？こちらは大男とは言えなかったが、青白い肌に角という部分は一致している。どうやらゆっくりしてられないみたいだな。レイ、とりあえず無事に合流できたことですし、少し休んでください。ひどい顔をしていますよ。見張りは我々が立ちますし、何かあったら起こします。少し眠ってください。はあ、悪い。そうさせてもらう。ミダスを叩き起こしてくれ。それって。おやすみなさい、レイ。レイ、レイ、起きてください、レイ。おはようございます、レイ。おはよう、エレナ。調子はどうだ？自己修復は継続中ですが、稼働率は 70% に達し、移動も可能です。悪かったな。最後の最後で寝落ちした。ミダスさんが精密に仕上げてくれました。そうか、助かった。技術者としても医者としても当然のことだ。ここからは私も同行します。元凶の報告を願います。この国の東側に落ちた可能性がある。クロエを探しに行く。レティシアたちにもその件で協力してもらっている。ただ
その交換条件に俺はミダスを王都に連れていくことに協力する約束をしていた。王家に協力する気は微塵もないぞ。ミダスさん、もしこれから私のパフォーマンスが何かのトラブルで低下した場合、レイ以外に私の気候を理解し調整してくださる方がいるととても助かります。嫌だと言ったら？仕方ありませんので、その場合この国の理術師か技術者の方に依頼して手伝っていただくことにします。ふん、いいだろう、乗ってやる。アベラルドの腕のこともあるからな。ミダス様、あくまで理術師として技術者として求められた仕事を完遂するだけだ。気に食わないことがあればいつでも抜ける。オンに切るぜ。それでこの後どのようにクロエを探すのですか？ライタールの定期航路が近々復活するという噂を耳にしました。王国東部に行くなら回路が一番早いでしょう。ならもっぺんライタールですね。行きましょう。もしもし、聞こえる？こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんだけど、急ぎで必要なものがあるの。詳細は直接伝えるから、今すぐディベルの私の家まで来てちょうだい。いい？今すぐよ。それじゃ待ってるからね。ライタールという町はここからだと距離があるのですか？はい、それなりに。ライタールはラーカス地方を抜けた先のリベル地方にあります。まずはこのエタリ地方を越えてラーカスの森に行かないとですね。
私はやはりあなた方のように武術には長けていません。そこで考えました。魔除けが必要であると。それにはある魔物の尻尾から得られる品が必要です。取ってきてはくれませんか。魔除けさえあれば私でも旅が続けられるはず。どうかよろしくお願いします。いや、素敵な品ですね。何よりです。でもこのままじゃ食べれないか。宿屋に持って行って料理してもらわなくちゃ。あなたたちも後で宿屋に来てみてね。きっとエダリ初の肉料理が食べられるはずだから。何よりです。私はこれでも現役時代は遺跡のチンケなんだ。ケチョンケチョンにしてあったもんだけどね。今は引退してすっかり丸くなったってもんさね。まあ今でも膝さえ無事ならドラゴンも余裕だけどね。失礼します。今すぐ来てって言ったでしょ。これでも可能な限り早く来たつもりだったんですけど。ま、そんなことはどうでもいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。大急ぎでよろしくね。遅すぎるわ。もしかして途中で投げ出してるんじゃないでしょうね。そうだったらただじゃおかないんだから。安心してください。持ってきましたから。いつの間に。安心って何のこと。ちゃんと持ってきてくれるって最初から信じてたわよ。よしよし、バッチリ手に入れてきてくれたわね。これで作りかけのあれを完成させられるわ。ん？何を作っているのかって？それは乙女の秘密よ。それじゃあお礼にビンヤード家に伝わる秘伝細工を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には秘密だからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも動けるようにしておいてよね。お役に立てて何よりです。何？もう用はないわよ。え？天才美少女豪商当主のウェルチちゃんとおしゃべりしたいって？別にいいけど高いわよ。可愛くできるといいんだけど。
できました。可愛くできるといいんだけど。できました。可愛くできるといいんだけど。できました。